ヘレナ・ボナム・カーターは、イギリスの女優。ロンドン郊外のゴールダース・グリーン出身。父親のレーモンド・ボナム・カーターは、銀行頭取。母親のエレーナは、心理療法師。兄が二人いる。大王子は、映画監督のアンソニー・アスキス。曾祖,祖父は、第一次世界大戦開戦時のイギリス首相、ハーバート・ヘンリー・アスキス。母方から、 スペイン人とユダヤ人の血を引いている。ウェストミンスタースクールで学んだ後、ケンブリッジ大学に合格していたが、女優としてのキャリアを考え入学を辞退した。1983年にテレビ映画でデビュー。1985年公開のレディジェーン、愛と運命の二人、翌年公開の眺めのいい部屋で国際的に注目を集める。 コスチュームプレイ作品の出演が多いことから、コルセットクイーンや、イングリッシュローズという愛称をつけられたが、本人は、そのような、堅苦しいエドワード7世時代のイメージで語られる、ことを嫌っているという。1997年公開、鳩の翼で、ロサンゼルス映画批評家協会賞主演女優賞を、受賞、アカデミー主演女優賞にもノミネートされた。2005年に、 第18回、東京国際映画祭コンペティション部門に出品された、女たちとの会話にて最優秀主演女優賞を受賞した。2007年公開の、ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団から、当初予定されていたヘレン・マック・ロリーに代わって、ベラトリックス・レストレンジ役を演じた。また、同年公開の、スウィーニー・トッド・フリート街の悪魔の理髪師などで、 ゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされた。2010年公開の英国王のスピーチでは、ジョージ6世の王妃エリザベス・ボーズ・ライアンを演じ、英国アカデミー賞女演女優賞を受賞し、さらにアカデミー女演女優賞にもノミネートされた。2012年、イギリス王室より大英帝国勲章の第3位にあたる CBE を受賞した。過去に映画、 フランケンシュタインで共演した映画監督ケネス・ブラナーと交際していた時期もあった。映画監督ティム・バートンとロンドンで暮らし2003年10月4日に長男を2007年12月15日長女を出産。バートンと交際し始めてからコスチュームプレイへの出演が激減しバートン作品の常連となる。バートン作品では 特殊メイクが多いため、またティムは特殊メイクをあなたにさせるの。と、実母が憤慨するというが、本人はバートンの才能を尊敬しており、意に介さない。2014年に破局を発表。フランス語が得意で、全編フランス語の映画に出演したこともある。その後、ヘレン・マックロリーは、ハリー・ポッターと謎のプリンス、ハリー・ポッターと死の秘宝パート1を呼び、 ハリー・ポッターと死の秘宝パート2で、ドラコ・マルフォイの母でありベラトリックス・レストレンジの妹にあたるナルシッサ・マルフォイを演じている。エマ・トンプソン、ケネス・ブラナーとの結婚生活を壊したヘレナ、ボナム・カーターを許す、ティム・バートン監督とヘレナ・ボナム・カーター、破局していた。ありがとうございます。